はい、文献紹介を開始します。本日は、オートマティックイディオムアイデンティフィケーションインウィクショナリーということで、ウィクショナリーっていう、インターネット上で使える辞書のようなものがありまして、これはウィキペディアなどと同じように、ユーザーが編集できるものです。これを使いまして、イディオム、慣用句を、自動認識しようという研究であります。下に書いてありますが、グレイスさんとルークさんが、研究しました EMNLP2013 で発表された論文になります。それでは、始めたいと思います。はい、はじめに概要です。概要としまして、先ほど言いましたように、慣用表現の自動識別ということを、目標としております。で、そのためにウィクショナリーというところから集めた、連合、慣用表現ですねの定義文で、分類器を学習します。で、この、学習した分類器では、高品質な慣用クラベルを、取得することができたと報告されています。で、初めに、ウィクショナリーについてなんですけども、これは論文中に出てきた、一例ですね。イグザンプルセンテンスがありまして、このダイヤモンド・イン・ザ・ローっていうものがあります。で、下の方になるんですけども、ノウンって書いてあるところに、の2番目ですね、ここにイデオマティックっていうものがありまして、でこれは慣用句であるっていうふうな、カテゴリーが、タグが与えられています。で、こういうものを、収集しまして、で、そのこのフレーズっていうものが、その語のままの意味なのか、それとも、慣用的に使われているものなのかということを、分類器で分類するということになります。ちなみにこのダイヤモンド・イン・ザ・ローっていう言葉は1番の、語のままだと、磨かれてない、荒削りのダイヤモンドというものが語のままになっていまして、これは慣用句として使われる場合は、グッドネスがポジティブとか書いてあるんですけど、大いなるその可能性を秘めた人っていうふうな慣用句的な、表現で使われることがあります。はい、で、初めに、この定義文というものを、どういう形式で取っているのかということになります。で、ここでは、P、D、Y という記号を、パラメータを使って表されています。ここで言う P は定義文のこと、フレーズですね、イデオマティックフレーズで、すいません、 P が、フレーズで、 D が、定義文、ディフィニションですね、定義文となっています。で、最後に Y というものが、ラベルになっておりまして、これは、リテラルかイデオマティックか、語の文のままの意味なのか、それとも慣用的に使われることなのかというような、ラベルが与えられます。はい、で、これは、例文なんですけども、Leave for dead っていうものがある際に、先ほどの通りだと、初めのこの Leave for dead っていうものが、フレーズであります。で、その後 D として、長文なんですけど、その to abandon というところから始まるもので、下は、慣用表現で使われる場合の定義文になります。これも同じく P と D で与えられています。で、この leave for dead っていうのは、簡単に言いますと、その語のままの意味で言いますと、人やら何やら生物、リビングクリーチャーって書いてある生物が、いろいろ書いてあるんですけど、例えば、死んでしまった場合に、忘れ去られてしまうということがリテラルの意味で、イデオマティックでは、アンインポンタートって書いてありまして、重要でない、何か事柄がありまして、それを避けるというような、いった慣用表現で使われることがあるそうです。はい、では、データセットの話に入っていきます。で、先ほど言いましたフレーズと定義文のペアは、あるルールによって従って収集されています。で、ルールが3つありまして、1つ目は、ウィクショナリーはいろいろ言語別でまた記事があるので、原文は英語のペーパーですので、タイトルが英語のもの、エントリーのタイトルが英語のもので、2つ目はこのフレーズっていうものは2つ以上の単語で構成されていることで、3つ目はこのペアっていうものが基本形になっているということがあります。で、基本形というのは後ほど、お話しします。で、ここで言っている、ウィクショナリーのエントリーっていうものは論文の2012年の11月時点、11月13日時点で、ウィクショナリーがダンプされたものを使っているそうです。はい、では3つ目のルールです。このペアの基本形というものはどういうことなのかということで、これは多分ウィクショナリー上だと思うんですけども、フレーズの互換、異なるフレーズの互換というものが、
定義されて、語義として定義されていないというものになります。で、実際にどういうふうにデータを獲得しますかということになり、なりますけれども、まあ、下の2つが例文となっています。で、まあ、例文として、Weapons of Mass Destruction というものがあります。これは、まあ、大量破壊兵器という意味なんですけれども、まあ、これに関するものがウィキショナリーに、まあ、文がたくさん長文が載っていますと。で、これっていうものを、定義に上の定義に従ってこう、繰り返しリムーブしていきます。で、定義にあったものこの下の文ですね、このプラフォームオブウェポンオブディストラクションっていうふうなものになるまで、データの処理を繰り返すということでデータの獲得を行っています。で、これは、データの統計に関するものです。まあオールとかトレインとかこういくつか1、クラス分けされています。これは先ほど言ったようにウィクショナリーから獲得されているものになります。で、この下の2つ、まあ、アンアノテートとアノテートテッドっていうものがありまして、でこれに関しては、自動で引っ張ってきたものと、アノテーターがつけたものというふうに、クラス分けされています。アンアノテートっていうものは自動でウィクショナリーから持ってきたもの、それを、アノテーターが、ラベルをつけるという作業を行ったもので、データセットを作っています。で、まあ、見ますと、アンアノテートと、アノテーテッドでは、慣用表現というものがの数が全然異なっているということから、ウィキショナリーというものは確かに、慣用句のラベルがついているんですけれども、まだまだ不完全であるということが、言えます。で、まあ、これですね、データ分析、まあ、先ほどのお話し通りになります。まあ、今回は、約1000例ということで、まあ、先ほどのラベルがもうウィキショナリーにより付けられていたものというものを、あのデータが、改めてラベル付けをしていることになります。で、このラベル付けにはリテラルとイデオマティック、そして、分類できないという意味でインディターミナブルというラベルが追加されています。で、まあ、集計の結果全体の 0.5% ほどが分類できないという結果になりました。これは、実験の際には分類できないものとして排除して実験を行っています。次に、認識モデルに関する、説明になります。で、今回はこのラベルの分類ですねの予測に線形モデルを使用しています。で、まあ、以下の式がモデルを表しているんですけども、ここでいう、PHIPDY というものは、組成に関するもので、 θ というものはパラメーターです。で、まあ、P はフレーズ、 D は定義文、 Y は、ラベルということで、表されています。次は、組成についてです。今回は、2つの組成を使用しています。一つは、レクシカルということで、まあ、語彙みたいなものを考慮したもので、もう一つは、後に紹介しますがグラフベースド、ワードネットの、グラフ構造というところに着目し組成を、使用しております。で、このレクシカルでは、あるセット、まあ、ここでは、ウィキショナリーで定義されている同意語集合ということで、まあ、その、まあ、テキストがありまして、そのテキストの中に、どのぐらい同意語が重複しているのか、また同じように、テキスト内の汎用がどのくらい重複しているのか、で、もう一つは、大文字の数の平均というものを組成に使っております。まあ、これは、まあ、全体のワードと、まあ、キャピタルレターというものが頭文字だと思うんですけど、まあ、大文字が使われているものの、数で、平均を出しています。で、次が先ほど言いましたグラフペーストというものです。これは、ワードネット 3.0 バージョンですかねのグラフ構造を利用しています。で、ここで、距離というものを、利用しているのですが、距離、このリンクですかね、リンク間の距離というものには、まあ、次のような、ものを使っています。まあ、ここで言う WV は、WV は多分、すいません、ちょっと忘れてしまったんですけれども、まあ、単語、その登録されている、まあ、エントリーに関するもので、レルっていうものがリンクの種類であって、で N っていうものが、敷地になっています。
で、ここでは、ここでもいくつか組成を用いていまして、まあ、一つ目として、範囲語の同義語集合シンセットというものを使っています。これは、2つあります。で、先ほど説明した、距離というものを組成に使っております。一つは、同義語の、最短の距離、二つ目は、範囲語の最短の距離、三つ目が同義語の平均の距離、四つ目が、介護の平均距離というものを組成として用いています。はい。で、実際の実験に関するものです。で、今回の実験では、分類をするということにあたって、アベレージド・パーセプトのアルゴリズムというものを使用しています。まあ、詳しくは、下記の方の論文の方に、過去の研究ということでまとめられていますので、興味がある方はご参照ください。で、今回はパラメータとしてイテレーションの T を最適化し、このアルゴリズムの適用範囲を1から100というふうに範囲を決めます。で、この DEV っていうのは先ほどあったデベロップメントのセットというものの F 値を最大化するということを考えます。で、まあ、いくつかクラスが、モデルがあるんですけども、まあ、全てのモデルでは、全て同じデータセット、このアンアノテーテッドの訓練データを使用しています。で、結果についてです。まあ、結果では、アンアノテーテッドのものとアノテーテッドのもので分けられています。で、まあ、このレキシカル、グラフと、またこの全てを足したものというものを、全て、条件を分けて結果を出しています。この結果、ベースライン、全ての状況においてベースラインを上回る結果が得られたと報告されています。はい、で、最後に結果についてです。これは、まあ、新しく取得できた、慣用表現ということで、いくつか例が挙げられていました。はい、すいません、次に行きます。で、次は、間違えたものに関してですね。これは、エラーになります。まあ、手法としては獲得できたのですが、実際には間違えているものとしてこれらの結果が例として挙げられています。はい、以上です。終わります。